この骸骨で有名な浮世絵を見たことがある方は多いのではないでしょうか。これは相馬の古内裏という浮世絵です。江戸時代末期の浮世絵師歌川国芳の作品である相馬の古内裏は1845年頃に制作され、解剖学的にも忠実に描かれている骸骨は強烈なインパクトを放ちます。この相馬の古内裏という物語はどのようなお話なのでしょうか。物語を知るとこの作品の見え方も変わってくるかもしれませんね。この物語の主人公は相馬小次郎と呼ばれていた平将門です。平将門は武士ながら桓武天皇の血筋を引く高貴な人物でした。彼は貴族の時代を終わらせ武士の時代を作ろうとしました。朝廷と戦ったという有名な平将門の乱を引き起こします。この戦いで平将門は額に矢が命中してしまい、彼の野望は未完に終わります。そんな彼が建てた屋敷はこの平将門の乱が起こった際にひどく荒れ果ててしまいました。彼には薩月姫という娘がおり、その娘は滝姫とも滝夜叉姫とも呼ばれていました。娘は父親の無念を晴らすべく父親の意志を継いでこの屋敷に仲間を募るようになっていきます。そんな時期にこの荒れ果てた屋敷にはあやかしが出没するようになるのです。そして滝夜叉姫はガマの精霊から妖術を使える術を授かります。滝夜叉姫はそのあやかしたちを集結させ謀反を企てます。しかしその謀反も失敗に終わるという悲しい物語です。無念の死となった平将門は日本三大怨霊と呼ばれることになります。彼の死後その首は平安京の七条河原に運ばれ晒し首になりましたが、何ヶ月経っても腐らず目を見開き、夜な夜な胴体はどこにあるのだ持ってこいと叫び続けたといいます。そんな物語を奇想の絵師歌川国芳は書きました。歌川国芳という人物は自由奔放でやんちゃな印象だったようで、情に厚い職人かたぎな人柄でした。そして愛猫家としても知られています。国芳は幕末の動乱期目前で亡くなりますが、多くの弟子たちは明治という新しい時代で活躍していきます。国芳は広く門戸を開き、誰もが自由に表現できる居場所を作ろうとしていたのかもしれません。旺盛な好奇心と柔らかな発想力、そして豊かな表現力で幕末の浮世絵を活性化させた人物なのです。今回の大人のための小さな美術館はそんな歌川国芳と相馬の古内裏をご紹介いたしました。他の作品も探してみたくなりますね。これから始まる知恵の実の美術館をごゆっくりとご堪能ください。